国鉄485系電車エニエンは、東日本旅客鉄道が1994年から2019年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。JR 東日本東京地域本社では、名古屋か江戸の二編成の和式車両を保有しており、中高年代層の団体輸送に使用されてきた。しかし需要に追いつかず、やむなく、 申し込みを断るケースも多々あったことから、新たな和式車両の投入を行うことになり、改造された車両である。当初から和式車両への改造が行われた、交流直流両用電車は、JR 東日本では本車両が初めてである。少なくとも、JR 東日本の電化区間であれば、信号方式が ATC 専用の区間でない限り走行可能で、機関車交換が不要で、 走行速度も高いために到達時分の短縮も測れることになったことから、以後485系改造の和式車両がいくつか登場することになる。いずれの車両も485系電車からの改造名義で車体を新造したもので、先頭車が黒484型と黒485系、中間車はモロ484型とモロ485系である。 各車両の番号はシルフィードリゾートエクスプレス U からの続番となっている。編成番号は G4G5 編成。6両全車両の構えからがは、東急車両製造で製作し、先頭車2両の組み立ては JR 東日本大宮工場、大船工場で実施、中間車は3両を、東急車両製造が1両を指揮工で実施した。全車両が、 グリーンシャーである。落成時から2015年3月13日までは小山電車区に配置されていたが、翌14日に高崎車両センターへ転出となった。車内で宴会を行うという和式車両の利用目的を基本として開発コンセプトを円とした。本車両の愛称にも採用された。485系円ロゴマーク、円は円とも読み、 展開の場で以下のようなイメージが膨らむようなデザインとした。さらに、車体の外部色についても、日本の伝統的な色である、炎をモチーフとした赤色とし、シンプルさの中に重厚さを表現すべく、金色の帯を創価と、車体裾部に入れた。車体形状は丸くて、角のないや柔らかさを強調したデザインとしているが、これは開発コンセプトの縁にも通じるものである。 全面ガラスは、曲面ガラス2枚構成とし、20系客車を彷彿させるスタイルとした。正面窓は下部を内側にオフセットさせることで、電車としての躍動感を持たせることを狙った。車体断面は215系電車とほぼ同じ、車両限界としたが、PS26 系パンタグラフと搭載部分を低屋根化することで、中央本線高尾伊勢の強昇トンネル区間への、 入線も可能である。また、新越本線、横川軽井沢間通過対策についても、施行されたが、EF63 型電気機関車との連結は、運行経路の限定制約をなくすため黒484型、黒485型とも、可能の両渡り構造を採用した。床下機器や、走行装置発射車の485系から流用する、ほか 冷房装置は車端部屋根上がりに au714 型集約分散式冷房装置を各車両とも2機ずつ搭載するが、モロ484型に限りパンタグラフより内側に設置する。客室、編集モロ484型の車内客室は木目調を生かしたベージュ色系統の色彩デザインとした。長時間の乗車でも快適に過ごせるように、 モロ484型以外は掘りこたつ構造が採用されたが目的に応じて床をすべてフラットにすることが可能なように昇降装置を内蔵した。モロ484型については一部が低屋根構造であることから掘りこたつ構造とはせず床は他社よりやや下げた上ですべてフラットな状態とした。通路と座敷は分離されていないが通路側にはそうかに 揚げ蓋式の荷物入れを設けた。荷物入れの揚げ蓋は腰掛けることが可能な構造とした。各車両にオートチェンジャーワイヤレスマイク、リモコン選曲式のカラオケ装置を設置した。側面窓のカーテンは和紙風デザインのロールタイプとした。利用者は一度靴を脱いだら他の車両への移動も靴を脱いだままで可能とするように配慮され、このため畳の下に スライド式かし入れが設置されたほか、デッキには巻き取り式の敷物が設置された。これは乗車完了後に乗務員、添乗員が引き出してセットすることになる。1号車、3号車、6号車に洋式、男子子用の真空式トイレと洗面所を、5号車にはテレホンカード式自動車用公衆電話が1台設置された。乗務員室の直後は1段高くした。 フリースペースの展望室とし、3人掛けのソファーを2脚向かい合わせに設置した。乗務員室との仕切りは、全面展望視界を確保するため、大型ガラス構造とした。3号車、5号車には休憩室を設置し、宴会の場から少し離れて一息つくためのスペースとした。また、2号車、4号車には、ミーティングルームを設けた。 1994年6月19日の落成記念号より営業運転を開始したが、この列車は東京始発で設定された。当時の東京駅は長野新幹線開業に関連する工事が行われており、東海道線は2面3線での運用を強いられていた。ことから、発着番線に余裕がなく、東海道線の上り列車一本を品川駅で運行打ち切りにすることで、 東京駅での発着番線を確保した。以後、団体専用列車や各種臨時列車を中心に運用されていた。本編成は、製造から25年前後経過した車両の車体更新したものであり、落成からもおよそ25年間運用されているため、機器の一部は50年間使用されているものもあるなど、晩年は老朽化が顕著であった。二千十九年二月十三日の 団体臨時列車を最後に営業運転を終了。同年4月21日の鉄道ワクワクフェスティバル in 新前橋で最後の車両展示を行い、同年4月25日から26日にかけて長野総合車両センターに改装、同26日付で廃車された。ありがとうございます。